内国官業博覧会。内国官業博覧会は、明治時代の日本で開催された博覧会である。国内の産業発展を促進し、魅力ある輸出品目育成を目的として、東京、上野で3回、京都、大阪で各1回、計5回政府主導で開催された。明治時代は近代化促進のために、 数多くの展覧会が開かれたが、内国官僚博覧会はその中でも代表的な博覧会である。内国とつくのは第一海内国博を主導した大久保利道の意向による。これは国内物産の開発、奨励を第一義の目的としていたという意味もあるが、外国人の違い法権と内地通商権の不許可という事情にもよる。他に明治期の日本には、 万国博覧会を開催するだけの国力がまだなかったことも大きい。明治初期の内国広の役割は物品を一堂に集めることで優劣を明らかとし、出品者の向上心や競争心を刺激して産業増進を達成することであった。明治中期に新戦争を経ると精神的部分に国家的団結の場としての効果が期待された。そのシンボルは天皇であり、 明治天皇はしばしば内国博に行行している。そもそも内国広を開くのは天皇の重要な役割で第四回を除く会場式に臨行し直後を発した。第二回以降総裁、副総裁職が設けられるが、実務は副総裁が担当するものの、総裁には皇族が選ばれた。しかし、会を重ねるごとに、 内ちくひろの効果に疑問を持つ人々が増えるようになる。そもそも博覧会の効果は、速攻性がなく、目に見えにくい。そこで、博覧会の効果としては、副次的であるが、分かりやすい、博覧会入場者がもたらす、経済効果に注目が集まった。入場者を増やすために、娯楽的な会場も増え効果もあったが、内ちくひろの本来の目的である国家を不況に、 導くプロジェクトとしての色合いが薄まり、興行やお祭りに近い娯楽イベントになっていった。また、20世紀に入ると政府が主導しなくとも、内国広レベルの官境所会であれば、地方自治体あるいはその連合体で開催可能となっていたことも大きい。こうなると、日露戦争後の財政難の政府には、規模増大を続ける内国広は手に負えない事業となった。 第六回内国博に相当する博覧会を日本大博覧会の名で開催する直例が1907年、明治40年月に交付されたものの、間もなく延期となり、同年11月には中止が決定した。なお、1907年には東京府主催の博覧会が上野で開催された東京官僚博覧会の功を参照。1877年8月、 初代内務卿、大久保利道の提案により、内務省の主導で開催された。博覧会の意義は、明治政府として初めて参加した1873年のウィーン、万国博覧会によって、関係者の間で認識されていた。半年前に、西南戦争が起こり、開催を危ぶむ声もあったが、予定通り実施された。内国広以前にも、博覧会と銘打ったものは存在したが、 そのほとんどが名宝や賃品を集めて観覧させることが目的のいわば見せ物であった。官業を冠していることからも明らかなように内国官業博覧会は見せ物を明確に否定し、食産工業推進には必要な欧米からの新技術と日本の在来技術の出会いの場となる産業奨励会としての面を強調した。しかし多くの人々にとって 博覧会とは何か理解されていなかったため、出品物の収集は各府県の出品取扱人による勧誘が行われた。出品者には他の出品策を見て自作の糧とし、また公益の足掛かりになると実験の大切を訴え、出品者の出供を要請した。出品に伴う運搬費などは基本的に出品者の負担だったが、大久保は費用の一部を 国や府県が援助する法律を成立させた。民間の運送会社も出品物運送費や出品者、乗車賃などを約15から40%の割引を行った。特に三菱商会は荷物運賃の他にも出品者、管理の往復運賃も通常料金の半額に割引している。これら各社には、うちくに広終了後、政府から勝敗が送られた。 全国から集められた出品物は前年のフィラデルフィア万国博覧会に倣って工業及び夜勤術、製造物、美術、機械、農業、園芸の6つに分類され素材、製法、品質、調整、工業、価値、価格などの基準で審査が行われた優秀作には商敗や補助が授与されいわば物品調査と産業省令が 同時に行われた。奨励の意味を込めて、出品者のうち、約3割が何らかの賞を受けている。この博覧会では、防食産業が多くの割合を占めたが、その中で最高の勝敗、大取門勝敗を与えられた、ガウンタッチのガラ帽は、博覧会後急速に普及しかときの防石工業に貢献した。上野公園に設けられた約10万平方メートルの、 会場には、美術本館、農業館、機械館、園芸館、動物館が建てられ、関英寺旧本坊の表門の上には、大時計が掲げられた。また、公園入り口に作られた約10メートルのアメリカ式の地下水組み上げ用風車や、上野当初宮前から公園にかけての数千個の、提灯が掲げられた。入場者数は、西南戦争やこれらの流行もあって、 大久保の予想を下回り、財政的には不成功だと大久保はイギリス公使パークスに語っている。しかし、官業政策のとして、内区二広は有用であり、以後の博覧会の原型となった。1881年、明治14年、博覧会に合わせて1881年、上野公園の寛永寺本坊跡にレンガ造り2階建ての建物が完成した。 現在の東京国立博物館本館の位置、イギリス人建築家、ジョサイアコンドルの設計によるもので、会期中は展示館として使用された。博覧会終了後は、上野博物館の本館となり、翌1882年3月、明治天皇行校の下、開館式が行われた。八百九十年、明治十三年、百九十五年、京都の岡崎、 琵琶湖疎水の北側の地域を会場として開催された。京都市の有力者が平安線と1100年記念祭と合わせて博覧会の誘致運動を進めたものである。博覧会に合わせて1895年4月に7町から博覧会場まで市電、京都電気鉄道が開業した後の京都市電気山地線、京都市電気上げ線。博覧会跡地には、 平安神宮や文化施設が建設された。1903年には博覧会跡地の私有地を岡崎公園とすることが京都市議会で決議され、1904年に公園が開園した。第5回の大阪での博覧会は日本が工業所有権の保護に関するパリ条約に加盟したことから海外からの出品が可能となり、14カ国18地域が参加し、 出品点数3万1064点と予想以上の出品が集まった。この数字は1900年、明治33年パリ万博の37カ国、1902年、明治35年グラスゴー万国博覧会の14カ国と比べてもあまり遜色なく、事実上小さな万国博覧会とみなしても差し支えないだろう。博覧会跡地は 日露戦争中に陸軍が使用した後、1909年、明治42年に、東側の約5万坪が大阪市によって天皇寺公園となった。西側の約2万8000坪は、大阪財界出資の大阪土地建物会社に払い下げら、1912年、明治45年7月3日、大阪の新名所という触れ込みで、新世界が誕生。 通天閣とルナパークが開業した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。